何の構えですか。撮影。胸を。すごっ。おお。今日一。うん。二発目今日一。こんなんばっかや。めっちゃ飛んでるよね、でもね。スライスバンカー方向に。上がっちゃったけど。スライス。完璧です。なんてこった。やめて、バンカーは、バンカーだけは、避けて。やめて、そっちじゃないよ、キックは。うるさ。深く掘りました。うまい。惜しい。入ったと思った。入って欲しかった。いった。ああ。え。そっち。ああ。おいった。ああ。高い。お、ナイス。いいんじゃない？はい。完璧じゃないですかあれ。曲がらないねこのドライバー。リサちゃんに質問というか、はい、まあちょっとこれからゆっくりするということで、うん、リンゴルフもたくさん出れるようになったと思うんですけど、うん、リンゴルフに対する意気込みをどうぞ。そうそうそう。何を何キャラでいくとかさ、わかんないけど。何キャラ、それはじゅんちゃんでしょ。キャラ確立してるのはじゅんちゃんだけだと思ってるんだけど。リサちゃんキャラ。リサ先生ってあるよね。まあ、リンゴルフに対する意気込みは、うん、まあ、これから今まではこう試合がさ、うん、とかがあってプロテストがあって、うん、こう夏場ねこういいシーズンで出れない時がいっぱいあったので、うん、あ、そうだね、この夏にかけて、はい、たくさん出演できたらいいなと。でもっともっとこう、うん、ゴルフ人口が増えて、うん、ゴルフ女子が増えて、うん、リンゴルフが盛り上がれば最高だなと、うん、ふつふつと思っております、はいはいはい、まあまあまあ、まあ、リサちゃんじゃあ、うん、あれですね、ゴルフの魅力っていうものをね、うん、リンゴルフでね、お伝えできたらいいなと、ね、やっぱね、プロ目指してたそのリサちゃんならではの目線というか ね、 そうそうそう、確かにそういうお話もできたらいいなとも思う、うん、これからプロを目指す人、ね、そうだよね。うわー、弱かった。よか
ったのに。うまい。うまし。入れ。内側に。最後だから、うん、ちょっとぶっ込んだ質問しますけど、怖い、ぶっ込まれる、はいはい、抑えられる範囲で誰、テイク2ありだよ、テイク2ありでね、お願いします。コンプライアンスに引き上げて、はい、異性に求める、はい、なら、うん、ド S とド M どちらが好きか。あーね、いやもうねこれ結構もう即答できる、うん、まあ、求めるのはド S。 はい、以上ですそれ以上は語りませんはい、以上です。あー、また左だ。大丈夫、乗った、やった、100切れる。でかい、でかい、ナイスー、だよかった。右中、縁やった切れないじゃねえかよ。ナイスー、はーい、ありがとうございました。ナイスコア、はい、あ終わっちゃった、楽しかった、ゴルフって最高、楽しかったです。80でした。4040です。70代。80切れず。まあ、1ヶ月やってなかったので、よしとします。49、47。素晴らしい。4つもパート。すごい。前半47の後半44で91です。巻き返しましたね。いやでも結構叩いた。来年また4月に皆さんとご覧できることを願いまして、乾杯。おめでとうございます。かわいい、ゲット、いいじゃん、たくさん入りそう、ね、2泊3日いけるね。いただいて、1m73cm で青木純様です。おめでとうございます。おめでとうございます。女性のベストクラス、クロス賞アウト36、イン35、クロス71、三沢亮子様です。おめでとうございます。今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。主催者の堀さんです。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日は大変楽しく回ることができました。ね、天気も良くて、はい、コースのコンディションも良くて最高のラウンドになった。難しかったんですけど、レベルがすごい高いですね。そうなんですよ。結構うちの弊社のユーザーの方はあのトップアマの方とか、うん、まあ、この大人のメンバーとかもかなり多くて、ぜひまた1年腕を開いて、はい、来年も参加いただきたい、リベンジしたいですね。また回りたいって言ってたので、ぜひぜひ。どうやったら参加できるんですか、このウィンウィンスタイル。今回ウィンウィンスタイルの、まあ、できればキャッシュバック、はい、ないしはヘッドカバー、まあ、ないしはマーカーか、まあ、何か、はい、それでも、あの直営店もありますし、あのネットの方もサイトもありますので、ぜひあの購入いただいて、お待ちをさせていただいて、また来年も。募集は何月頃から。募集は2ヶ月前ぐらいから、毎年年明けぐらい、1月2月ぐらいからやって、はい、来年のね、続き決まってますね、はい、4月8日4月8日月曜日、はい、貸し切りで3時のところで、はいはい、やります。皆さんお越しいきましょう、はい、はい、
天気も良くて、すごい難しいコースだったので、本当に来年もう一回リベンジして、もうちょっといいスコアで回って、キャディーバッグ持って帰りたいですね。はい。そうです。はい。以上です。はい、どうでしたか地元のコースは、はい、地元のコースでよくこう市民大会とかで、まあ、回ってはいたんですけど、うん、やっぱりコンディションが良くて、うん、グリーンがとにかく強すぎて、うん、もう手も足も出ない感じだったのでまた来年出るときはリベンジを兼ねてしっかり賞金を取って、はいはい、もらったじゃないですかいやなんか思ってたそうだよ、ね、ちなみに今日、はい、小泉さんは女子のベストグロー2位だった2位だからあの口川さんが1位71で2位はね小泉さんだったでしょうがないもうあの方も、もう実力者なので彼女がさらに調子良かったなるほどだから出てほしかったなるほど、ね、来年もねぜひチャンスあとちょっとハンデのねはい狙っていきましょう、はい、僕はもうコンペで100切れたんで言うことないですいやでも大トネで100切ったのはすごい、はい、もう普通のコースで90切ったぐらいの価値がある今のところリサちゃんと回って100が切れる説がうまくいってる宮下でございます、はい、なのでこの調子で頑張ってきますぜひ、はいはい、じゃあ皆さん来年もウィンウィンスタイルのコンペでお会いしましょう、はい、ウィン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 